俺は半年前に転職をした。正直、転職をした理由は特にない。こんな俺を雇ってくれるところであれば、どこでもよかったから。そして、なぜ俺がこんな泣き殻のようになってしまったのか。それは3年前に、最愛の妻を事故で亡くしたからだった。結局、その後も立ち直ることができず、新しい職場でも仕事に集中できずミスをしてばかり。俺には家事をする余裕すらなかったのだ。そんな時に俺は、ふとあることをひらめいた。ごめんなさい。もう私はここには来れません。俺の名前は前田健三。今年で31歳になる俺は、半年前から清掃事業を展開する会社の企画部として働いている。はっきり言って、今の会社に転職した理由は特にない。雇ってくれるところであれば、どこでもよかったんだ。以前働いていた人材派遣会社は自主退職したのだが、そこの社員たちは面倒な奴がいなくなってほっとしていることだろう。俺自身も特別扱いをされている気がしていて、息苦しさを感じていた。俺だってこんな風になりたかったわけではない。しかし、今までと同じように生きられなくなったことも事実だった。それは3年前のこと。2歳年下の妻である玉木を事故で失ってから、俺の人生は変わった。玉木が事故に遭ったその日、俺たちは人生で一番幸せな日を迎えるはずだった。目に映るすべてのものが輝いて見えて、幸せそうに微笑む俺と玉木だったが、その笑顔は一瞬にして奪われた。二人でスーパーに寄ったその帰り道のこと。駐車場でアクセルとブレーキを踏み間違えた年配の男性が車を暴走させ、買い物袋を持って車に乗り込もうとしていた玉木と衝突した。あまりの一瞬の出来事に、俺は悲しむ余裕すらなく、玉木が亡くなったことを実感したのは、彼女の葬儀が終わった後だった。玉木の笑っている顔が見たい。俺は一人で泣きながら、声が枯れるまで何度も妻の名前を呼んだが、どれだけ泣いても、あの幸せだった日々はもう帰ってこない。そしてその日から、俺の心を明るく照らしていた光は消えてなくなった。絶望のどん底に落ちた俺は、将来に希望を見出すこともできず、泣き殻のような毎日を送っていた。どうして自分だけが生き残ったんだろう。そう考えるだけで、俺は夜も眠れなかった。目は常にうつろで、背筋も丸くなり、仕事にも集中することができない。社交的だった性格も、いつしか塞ぎ込むようになり、俺は笑うことすらできなくなっていた。同僚たちは、俺のことを心配してくれたのだが、それがまた罪悪感となり、それに耐えられなくなった俺は会社を辞めることにした。新しい職場では誰にも迷惑をかけないようにしないと。そう心に決めたものの、人生はそんなに甘くなかった。俺は玉木の三回忌が終わった頃に転職した。新しい職場の人間関係は割と良好で、当然ここの社員たちは
俺が妻を亡くしたことを誰一人として知らない。大多数の社員が俺のことを口数の少ない独身サラリーマンなんて思っていたのだろう。正直、そう思ってくれていた方が俺としても楽だった。うちの会社では20代から30代の社員のほとんどが既婚者で、結婚していない人の方が珍しかった。その中でも特に目立っていたのが主任の遠藤ほのかだった。ほのかは俺より2歳年下で29歳、職場では唯一の女上司だった。さらに彼女はかなりの美人であり、仕事ぶりにも定評があった。毎日のように膨大な量の仕事を抱えているのだが、必ず定時までに片付けている。そんな彼女は社員たちから憧れの存在だった。上司からの評価も高く、部下からも信頼されている彼女だったが、ただ一つ難点があった。仕事に対して厳しい反面、それが行き過ぎてしまうことがあるのだ。せっかくの美人が台無しになるほど、常に眉間にシワを寄せていて、ほのかがため息をつくだけで、場の空気は凍りつく。落ち着いたトーンで淡々と部下に詰め寄る姿を見ていると、こちらまで胃に穴が開いてしまいそうだった。今まで彼女が笑ったところを見た人は誰もおらず、彼女の周りには常にピリついた空気が漂っていた。あんな調子だと一生結婚できないんじゃないか。そう思っていたのは俺だけではないだろう。俺はなるべく波風立てないように過ごしていたのだが、ほのかは転職したばかりの俺にも厳しかった。前田さん、この企画書作り直してください。わかりました。明日までには直します。今日中です。他にも仕事は山のようにあるんです。お願いしますね。はい。ほのかは表情を一切崩さず、俺のことを見つめた。俺はほのかの美しさについついドキッとしてしまう。もし彼女がニコッと笑ったら、放っておく男はいないのにな。そんなくだらないことを考えながら仕事をしていたこともあって、結局仕事が終わったのは23時過ぎだった。修正した企画書をほのかのデスクに置いて、俺は慌てて会社を出た。こんな調子で俺は毎日のようにほのかから指摘をされ、残業に追われていった。そんな日々を送っているうちに、俺の生活は徐々に乱れていった。玉木が亡くなった時から食生活は荒れていたのだが、帰宅時間が遅くなったことで、よりおろそかになってしまった。日々の残業のせいで、休日も疲れが取れず、一日中ゴロゴロしてばかりで、家事をする気力など一切湧かない。気づいた時には部屋は廃墟のように汚くなっていた。部屋が乱れることで自然と心も乱れていき、俺は会社での注意力が著しく低下し、仕事中のミスが目立ち始めた。そしてその変化にいち早く気づいたのは、やはりほのかだった。前田さん、もう少しちゃんとしてもらえませんか？俺がこの会社に来て半年が経ったある日の午後、ほのかは昼休憩が終わった頃に俺を会議室に呼び出した。
最近ミスが多いですよ。ああ、あと、企画部は社外の人と会うことは少ないですが、身だしなみに気を使わないのは社会人失格ですよ。ボサボサの頭にシワだらけのシャツ姿の俺を見て、ほのかは深いため息をついた。一人暮らしで家事をこなさないといけない大変さは私にもわかります。実際私も一人で暮らしているので。ただ、最近の前田さんはあまりにもひどすぎます。すみません。ほのかの言うことがあまりにも正論すぎて、ぐうの音も出なかった。俺は私生活が悪化しているのを知りながら、目を背けていた。仕事が忙しいというなら、早く終わらせればいいだけの話だが、今の俺にとっては、それも厳しかった。できれば私も、仕事以外のことには口出ししたくありません。なので私生活に関しては、早急に自身で解決してください。ほのかはそれだけ言って、会議室から出て行った。自身で解決って言われても、俺はどうしたらいいんだ。会議室に一人残された俺は、頭を抱えてそんなことを考えていた。こんな時こそ、玉木がいてくれたら。叶うはずもない願いをしては、再び自己嫌悪に陥る。その時、俺は、あることをひらめいた。忙しくて家事ができないなら、代わりに家事をしてくれる人を探せばいいのでは。その日の仕事が終わると、俺は、以前勤めていた人材派遣会社に電話をして、家事代行サービスを担当していた同僚から話を聞いた。そして、その同僚から勧められた家事代行業者のホームページを見てみた。どうやらその会社にはお試しコースがあるようで、家事の内容や予算に合わせてプランを提案してくれるらしい。俺は早速週末にそのお試しコースを頼むことにした。玉木がいなくなってから、人を家に入れるのは初めてだった。そして週末になり、俺は少しだけ緊張しながらスタッフが来るのを待っていた。しばらくするとインターホンが鳴り。こんにちは。家事代行サービスから来ました。明るいトーンのその声は、どこかで聞いたことのあるような声だった。俺は不思議に思いながらドアを開けると、そこにいたのはなんとほのかだったのだ。え、嘘でしょ。まさかの事態に、俺はその場に立ち尽くしていると、彼女の口からは驚くべき発言が飛び出した。はじめまして。家事代行で参りました。木村夏子と申します。今日はよろしくお願いいたします。彼女は木村夏子と名乗るものの、どこからどう見ても俺の上司であるほのかだった。俺は何度も目をこすり、改めて目の前にいる女性をじっと見つめる。声も容姿も明らかにほのかだったが、一点だけほのかとは違う点は、表情がとても豊かだったこと。その穏やかで優しい笑顔に、俺の心は一瞬にして奪われそうになったが、今はそれどころではない。俺は両手でパンパンと頬を叩いた。ちょっと待ってください。主任じゃないですか。変な冗談はやめてくださいよ。主任？夏子っていうのは偽名ですか？何のことでしょうか？
困惑している様子の彼女は、しばらくして何かに気がついた。ああ、ひょっとして姉の会社の方ですか？え？姉は木村ほのかという名前です。私たち一卵性の双子なんですよ。双子？はい。それで前田さんは驚いていたんですね。状況を理解し、ニコッと笑う彼女だったが、俺は口を開けたままだった。とりあえず俺は夏子を部屋に入れると、彼女は改めて俺に挨拶をした。私はほのかの妹の夏子です。いつも姉にそっくりだって言われるんです。でもよく見てください。私の口元にはほくろがあるんです。ああ、本当ですね。口元のほくろって、普通は色っぽいって言われてるんですけど、私の場合は、うまくそれが活かせてなくて。眩しいほどの夏子の笑顔に、俺は引き込まれてしまいそうだった。まさか、主任が双子だったなんて。俺は一人っ子なので羨ましいです。俺がそう言うと、夏子の表情が少しだけ曇った気がした。そうだったんですね。ああ、話が脱線してしまってすみません。これから仕事の内容を簡単に説明させていただきますね。夏子はどこか慌てながら仕事の話を始めた。ひょっとして何かいけないことでも言ってしまったのかな。俺は少しだけ心配だったが、彼女とは今さっき知り合ったばかりで、立ち入ったことを聞けるような関係ではない。だから俺はそれ以上は深掘りしなかった。その後、仕事の内容と料金の話が終わると、夏子はカバンからエプロンを取り出した。では、本日は部屋全体の清掃とお洗濯、それから夕飯の用意をしますね。ちなみに前田さんは苦手な食べ物はありますか？ああ、いや、特にはありません。じゃがいもは好きですけど、あ、別に好きな食べ物は聞かれてないか。俺が照れながら話していると、夏子は優しく微笑んだ。じゃがいも美味しいですよね。私も好きですよ。ああ、ちなみに、前田さんは私が作業している間はお家にいますか？それとも外出されますか？そうですね。仕事の邪魔になるといけないので、外に出てます。わかりました。では、17時頃にはすべて終わってると思いますので、よろしくお願いします。では、また17時頃に。はい、行ってらっしゃい。俺は、笑顔の夏子に見送られ、久しぶりに休日を家の外で過ごした。俺は、近所の公園に行き、ベンチに腰掛けた。遠くの方にいる子供たちの声を聞いていると、自然と目頭が熱くなってくる。今でも玉木が生きていたら、俺たちにも子供が。俺は必死に涙をこらえ、読み途中だった小説をポケットから取り出した。数ヶ月ぶりに手に取ったその本には、しおりが挟んであったが、それまでどんな話だったか思い出すことができない。俺は改めて最初からその本を読むことにした。そんな穏やかな時間はあっという間に過ぎていき、町内のチャイムが俺に17時を知らせてくれた。そろそろ帰るかと公園を出ると、そこで目に入ってきたのは、一軒のケーキ屋だった。俺は
夏子さんへのお礼として二人分のケーキを買って帰った。ただいま戻りました。玄関のドアを開けると同時にいい匂いが漂ってきた。お帰りなさい。夏子さんは俺を笑顔で出迎えてくれた。家で誰かが待ってくれているという感覚が久しぶりすぎて、嬉しくもありながらとても恥ずかしくなってしまった。ただいま。俺は顔を赤くしながらリビングに向かうと、ピカピカになった部屋が目に飛び込んできた。これはすごいな。僕の家じゃないみたいです。そう言ってもらえると嬉しいです。早速ですけど、ご飯にしますか？それともお風呂に入りますか？ああ、じゃあ先に風呂に入ってもいいですか？わかりました。では、お風呂を出たらすぐにご飯が食べられるように準備をしておきますね。俺は買ってきたケーキを冷蔵庫にしまうと、着替えを持って風呂場へと向かった。しばらくしてお風呂から上がると、テーブルにはたくさんの料理がずらりと並べられていた。これ全部夏子さんが？すごいな。お口に合うかどうかはわかりませんけどね。あ、そうだ、ビール、ビール。夏子は小走りで冷蔵庫に向かうと、缶ビールと冷えたグラスを持ってきてくれた。今日もお疲れ様でした。ビールをついでくれる夏子が玉木と重なってしまい、またしても涙ぐんでしまった。俺は慌ててグラスを口元に持っていき、涙がこぼれないようにビールを飲みながら顔を上げた。はあ、やっぱりお風呂上がりのビールは最高ですね。じゃあ料理もいただきますね。涙がバレないように、俺は機嫌よく料理に箸を伸ばした。じゃがいもが好きと言ったからか、夏子は肉じゃがを作ってくれて、その味は母が作ったものとよく似ていた。肉じゃが美味しいです。実家の味にすごく似ていて、なんだか懐かしい気分になりますね。そうですか。喜んでもらえてよかったです。今日は肉じゃがですけど、明日の分のポテトサラダも冷蔵庫に入ってますので、よかったら召し上がってください。それは嬉しいな。ありがとうございます。たくさん作っちゃったので、いっぱい食べてください。はい、遠慮なくいただきます。肉じゃがだけでなく、夏子の作った料理はどれも絶品で、俺は一瞬にして完食してしまった。ごちそうさまでした。お礼と言ってはなんですけど、家に帰る途中にケーキ屋さんがあったので、夏子さんの分も買ってきたんです。よかったら一緒に食べませんか？え？でも私は仕事中で来ただけなので、そのケーキは前田さんが召し上がってください。僕一人で二つも食べられませんので、お手伝いしてもらえませんか？そう言って俺は冷蔵庫からケーキを取り出した。気を使っていただいてすみません。夏子は申し訳なさそうにしていた。こういうのって規約違反になってしまうんですか？いえ、そういうわけではないんですが、なんだか申し訳なくて。違反じゃないならいいじゃないですか。気にせず召し上がってください。僕は甘いものに目がないんですけど、ケーキを一つだけ買うのってちょっと恥ずかしいじゃないですか。だから夏子さんに一緒に食べてほしかったんです。
ご迷惑でしたかね。迷惑なんかじゃないですよ。そういう理由があったなら、喜んでいただきますね。私も甘いものが大好物なので。そうでしたか。それならよかった。ショートケーキとチョコレートケーキ、どちらがいいですか？じゃあ、チョコレートケーキをいただいてもいいですか？私、チョコレートが大好きで。じゃあ、僕はショートケーキをいただきますね。こうして、俺と夏子は、笑顔でケーキを頬張った。玉木がいなくなってから、こうして、誰かと笑いながら食卓を囲むことはなかった。まさか、家事代行サービスで、こんなにも気持ちが温かくなるなんて、思ってもいなかった。夏子さん、今日はありがとうございました。こんなに充実した時間を過ごせるとは思っていませんでした。よかったらまたお願いしてもいいですか？はい、もちろんです。平日は本業があるので、18時以降であれば、晩ご飯の準備と軽い家事ならできますし、休日は何時からでも大丈夫です。大変ですね。この仕事は副業なんですか？そうなんです。うちは幼い頃に母を病気で亡くしていて、父が男で一つで私と姉を育ててくれたんです。だから家事は昔から慣れっこで。ああ、ごめんなさい。なんか暗い話をしちゃいました。いえ、こちらこそすみません。じゃあとりあえず、週末にお願いしてもいいですか？平日はもう少し早く帰宅できるようになったらで。お仕事が忙しいんですか？ああ、いや、忙しいというか、自分の容量が悪いだけです。残業ばっかりしてしまって、なかなか家事に手が回らなくて。情けない話なんですけど。情けなくなんてないですよ。転職したばかりなら仕方ないじゃないですか。はい、ありがとうございます。俺はそう返事をしながらも、あることが気になった。どうして夏子さんは、俺が転職したことを知っているのだろう。俺たちは今日初めて会ったばかりなのに。少しは仕事の話をしたけど、俺が転職したことは言っていない。ひょっとして、ほのかさんから何か聞いているのかな。いや、でももし聞いているとするなら、最初からほのかの妹と名乗るはず。俺が不思議そうに首をかしげていると、夏子は俺に頭を下げてきた。すみません。前田さんは私よりも年上に見えたので、容量が悪いっていうのを勝手に転職したんだって置き換えちゃいました。だからまだお仕事に慣れていないのかなって。ああ、いえ。実は夏子さんのおっしゃる通りで驚いていたんです。まあ転職したと言っても半年も前の話なんですけどね。それなのに僕はまだ仕事の効率も悪くて、木村主任には迷惑をかけてばかりで。申し訳なさそうにする俺を見て、夏子は首を横に振った。大丈夫ですよ。姉は迷惑だなんて思ってないので。悩みとかを打ち明けてみたら、意外と相談に乗ってくれるかもしれませんよ。そうですかね。なんというか、主任は夏子さんと違って近寄りがたいというか。近寄りがたい？はい。ちょっと怖いというか。すごくもったいないんですよね。あんなに美人なのに一切笑わないし。あ、
ごめんなさい。お姉さんのことをそんな風に言ってしまって。俺は慌てて夏子に謝罪をした。それでも本当に主任のことは尊敬してるんです。俺はビシッと物が言えるタイプじゃないから。それに主任は誰よりも仕事ができるし、かっこいいんです。俺がそう言い切ると、夏子はまるで自分が褒められているかのように、恥ずかしそうに顔を赤くしていた。そうなんですね。それを聞いたら、きっと姉も喜びますよ。ああ、でも、恥ずかしいので内緒にしておいてください。あと、家政婦を頼んだことも、できれば秘密にしておいていただけると。どうしてですか？僕は主任から自分で何とかしろって言われたんです。それなのに結局人任せにしてたんだって思われたくなくて。なるほど。そういうことですね。わかりました。姉には黙っておきます。その代わりと言ってはあれなんですけど、私のことも周りには内緒にしておいてもらえますか？実は私の会社って副業禁止なんです。わかりました。ありがとうございます。なんか二人だけの秘密ができちゃいましたね。そう言ってニコッと笑う夏子に、俺は思わずドキッとしてしまった。それから夏子が帰った後も、二人だけの秘密という言葉が俺の頭を離れなかった。しかし、夏子の秘密はこれだけではなかった。正しくは夏子の秘密ではなく、大きな秘密を抱えていたのはほのかの方だった。その翌日、出社した俺を見たほのかは小さくうなずいていた。アイロンをかけてパリッとしたシャツにピカピカになった靴。ひょっとしたら俺の表情もいつもと違って明るくなっていたのかもしれない。他の社員も俺の変化にすぐに気づいたようで、俺はごまかすのに必死だった。家事代行を頼んでいると話してしまうと、夏子との約束を破ってしまうことになる。だから俺は家事代行の話をすることはなかった。その一方で、週末の家事代行は俺の唯一の楽しみになっていた。家事をしてもらえることが嬉しいわけではなく、夏子とたわいもない話をしながら一緒に過ごす時間が、俺にとっては何より幸せな時間だったのだ。俺は夏子に出会えたことで、これまでよりも心が明るくなったのを感じていた。前田さん、最近は仕事のミスも少なくなりましたね。家事代行を頼んでから一ヶ月が過ぎた頃、珍しく仕事終わりにほのかが俺に話しかけてきた。ありがとうございます。主任に言われて、身の回りのことをちゃんとするようにしたからですかね。そうですか。この調子であれば残業も少なくなりそうですね。はい。一日でも早く帰れるように頑張ります。俺が笑顔でそう言うと、ほのかは俺のデスクにそっとコーヒーとチョコレートを置いた。え？これは？眠気覚ましと糖分補給です。じゃあ、あと少し頑張って。ほのかは恥ずかしそうに顔を赤くしながらそう言って帰っていった。俺は彼女の後ろ姿をぼんやりと眺めていた。なんか今日の主任、いつもと違うな。何かあったのかな？あの鬼上司であるほのかが
俺に差し入れをくれるだなんて。ていうか、主任もチョコレートが好きなんだ。さすがは双子だな。好みもそっくりなんだ。俺はほのかからもらったチョコレートを食べながら、そんなことを考えていた。そして俺は気を引き締めて残りの仕事に取り掛かった。平日さえ乗り切れば、夏子との楽しい休日が待っている。俺は見知らぬうちに夏子のことばかりを考えるようになっていた。しかし、そんなある日、俺たちの関係に大きな変化をもたらす事件が起きてしまう。それは家事代行を頼んで5回目のことだった。夏子は部屋を見回し、小さくうなずいた。今日は部屋も綺麗なので、すぐに終わると思います。そうですか。じゃあそろそろ季節的に暑くなるので、衣替えのお手伝いをしてもらってもいいですか。もちろん僕も一緒にやるので。俺は押し入れを開けて、上の方にしまってあったカラーボックスを取り出した時だった。手が滑ってしまい、重なっていたカラーボックスが崩れ落ちた。あ、ごめんなさい。大丈夫でしたか？私は大丈夫です。夏子に怪我はなかったが、落ちてきたカラーボックスの中身が散乱していた。二人で落ちたものを拾っていると、その中から小さなハンドバッグが出てきたのだ。それを見た瞬間、俺の心臓がドクンと大きな音を立てた。そのハンドバッグは、玉木が大切に使っていたもので、俺が初めて彼女にあげたプレゼントだった。あまりに大切に使っていたので、俺は玉木が亡くなってからも処分することなく保管していた。部屋の中には気まずい空気が流れていた。夏子が気を使っているのを感じた俺は、慌ててハンドバッグを拾った。すると、ハンドバッグの中からは白黒の写真が落ちてきた。俺はそれを拾い上げたのだが、その写真を見た瞬間、思わず目を見開いた。うう。俺はとっさに口元を押さえたが、間に合わなかった。俺の目からは大量の涙が溢れ出てきて、どうやっても止めることができない。当然、夏子はそんな俺を見て戸惑っている。しかし彼女は俺の持っている写真を見て何かを悟ったらしい。玉木のバッグから出てきた写真は、事故の日に産婦人科でもらったエコー写真だったのだ。あの日、妊娠を知った俺たちは、二人で産婦人科に行き、ごちそうを作るために、帰りにスーパーに立ち寄った。玉木はそこで事故に巻き込まれた。実は、俺が失ったのは、妻だけではなかったのだ。生まれてくるはずだった子供にも、出会うことができなかった。その時の悲しみが、再び俺を襲ってきた。そして夏子は、泣き崩れる俺の背中を優しくさすった。正直、呼吸をするのもしんどかったが、夏子は何も言わず、俺の近くで寄り添ってくれた。心配かけてごめんなさい。もう大丈夫ですから。それから1時間ほどが経ち、俺は夏子に頭を下げた。さっきの写真を見て分かったと思うんですけど、僕は3年前に妻を事故で亡くしました。その時に彼女のお腹の中に赤ちゃんがいるって分かったんです。
夏子は目に涙を浮かべながら俺の話を聞いていた。僕が転職したのもそれがきっかけなんです。結果的にそれで良かったかどうかはわかりませんけどね。31歳になった今でもやりたいことがまだ見つからないんです。俺はうつむきながらそう言った。亡くなった妻と子供のためにも前を向いて生きていかないとって思ってるんですけど、僕にはそれが難しくて。無理やり笑顔を作る俺に夏子は小さくうなずいた。そんなの難しくて当然です。大切な人を失った悲しみってそんなに簡単に言えないですから。え？夏子さんにもそういう経験が？ああ、私は。夏子は言葉を詰まらせた。ああ、すみません。立ち入った話を聞いてしまって。そういえば、衣替えの途中でしたよね。さあ、気を取り直してやりましょうか。俺たちは散らかった荷物を拾い、衣替えを再開した。その後、夏子はいつものように晩ご飯を作ってくれて、迷惑をかけたと感じた俺は、公園の近くのケーキ屋に行って、二人分のケーキを買って帰った。するとこの日はいつもよりさらに豪華な料理が並んでいた。今日の晩ご飯は、カレーライスとコロッケ、前田さんが大好きなポテトサラダもありますよ。さすがにちょっとじゃがいもを使いすぎましたね。夏子は苦笑いしながら俺を見つめた。いや、嬉しいです。でもこんなにたくさん食べきれますかね。食べきれなかった分はタッパーに入れておけば3日は持つと思います。ただ当分の間はじゃがいもばかりになっちゃいますけどね。夏子はそう言って微笑んでくれたが、その笑顔はどこかぎこちなく見えた。俺は急いで席に着き、目の前に並んだ料理を食べ始めた。ふぅ、ごちそうさまでした。今日も本当に美味しかったです。それと、これはさっき迷惑をかけてしまったお詫びです。俺は冷蔵庫に入れてあったケーキを皿に乗せて夏子の前に置いた。好きな方を選んでください。どっちがいいですか？やっぱりチョコレートケーキかな。嬉しそうにケーキを見つめる夏子を見て、俺もつられて笑顔になった。そうだろうと思いました。夏子さん、さっきは本当にすみませんでした。でも、やっと本当のことを打ち明けることができて、少しだけ心が軽くなりました。ありがとうございます。俺がそう言うと、さっきまで嬉しそうにしていた夏子の表情が変わった。いえ、私は何も。ケーキ、美味しいですね。なぜか夏子は、今にも泣き出しそうな表情をしていて、ケーキを黙々と食べていた。それから夏子は、食器を片付けると、エプロンを外し、玄関に向かった。前田さん、ケーキごちそうさまでした。美味しかったです。いえ。じゃあまた来週も同じ時間に来てもらえますか。俺が笑顔で尋ねると、夏子の目からは涙が溢れ出した。ごめんなさい。もう私はここには来れません。え、どうして？僕があんな話をしてしまったからですか？いえ、違います。じゃあなんで？俺が聞いても、
夏子は何も答えてくれなかった。ドアを開けて無言で立ち去ろうとする彼女の腕を、俺はとっさに掴んだ。どうしてそんなこと言うんですか？理由を教えてください。話してください。私は、本当は。夏子は俺の手を振り払い、逃げるようにして去っていってしまった。そして、その日を境に、夏子は俺の前から姿を消した。それから3日後、俺は家事代行業者に連絡をしてみるも、夏子はすでに退職していた。その理由は一切わからないが、俺に何かを隠していたことは確かだった。それから一週間、二週間と、夏子のいない週末が過ぎていく。俺は部屋で一人、あの日の夏子とのやりとりを思い出していた。あの日、俺が真実を打ち明けた後、夏子さんもまた、俺に何かを打ち明けるつもりだった。彼女は俺に嘘をついていたのか。でも、その嘘って一体。俺は仕事中も、家に帰ってからも、そのことばかりを考えていた。そして、夏子がいなくなってから、一ヶ月が経ったある日のこと。この日は珍しく、ほのかが始業時間ギリギリに出社してきた。いつもは整えられている髪型も乱れていて、メイクも薄かった。他の社員たちも、いつもと違う様子が気になるようだった。慌てた様子で、俺の横を通り過ぎるほのかを見た瞬間、俺の心臓が大きな音を立てた。もしかして、そんな。俺の中で点と点がつながり、一本の線になった。そして、その日の仕事が終わり、俺は緊張しながらも、ほのかのデスクに向かった。少しだけお時間をいただいてもいいですか？俺はほのかと一緒に会議室に向かうと、ポケットからチョコレートを出した。これは？この前、コーヒーとチョコレートをもらったので、そのお礼です。主任はチョコレートが好きなんですよね。え？今日は珍しく、出社時間ギリギリでしたよね。何かあったんですか？ああ、昨日は久しぶりに学生時代の友人と飲みに行って、ちょっとハメを外しすぎちゃってね。だから今日は一日中髪の後ろが跳ねていたんですね。え？やだ、全然気がつかなかった。大丈夫ですよ。そんな主任も可愛いですから。何言ってるの？ほのかは顔を真っ赤にしてそう言った。そんなことより、早く用件を話してもらえますか？主任、わかりました。それとも、夏子さんって呼んだ方がいいですか？俺が夏子の名前を出した途端、ほのかの表情が変わった。主任は今日、急いで支度をしたんですよね。ほのかは会議室の窓に映る自分の姿を見つめた。そこには慌てて化粧をしてきたせいか、口元のほくろを隠し忘れたほのかが映っていたのだ。主任、本当のことを聞かせてもらえますか？どうして突然、僕の前からいなくなってしまったんですか？俺が深く頭を下げると、ほのかは観念したのか、静かに口を開いた。前田さんの言う通り、私は夏子を演じていました。でもね、夏子は実在する人物なの。3年前まではね、
ほのかの口から真実を聞き、俺は言葉を失った。今から3年前、双子の妹の夏子は、父と二人暮らしをしていた。夏子が家事代行の仕事をするようになったのは、病気で介護生活を送っていた父が亡くなったことがきっかけらしい。夏子は仕事や育児や介護などで家事ができない人のお手伝いをしたいと言っていました。夏子は常に人のために行動する子だったんです。父の介護の時もそうだった。仕事が忙しいほのかに代わって、夏子はそれまで働いていた保険会社を辞め、パートをしながら3年もの間、父の介護をしていたという。その後、家事代行の仕事を始めてからは、毎日楽しそうに働き、生き生きとしていたそうだ。それなのに、あの事故のせいで夏子は。そう言って、ほのかの目からは涙が溢れた。実は、前田さんの奥さんが亡くなった日、夏子もあの車に巻き込まれて命を落としたんです。その時はかなり動揺していて、前田さんのところにまで目が行かなかったのですが、事故から3年が経ち、俺が転職してきた時も、最初は俺に気づかなかったらしい。しかし、ほのかが家政婦として俺の家に来た時、あるものを発見したという。前田さんのお家に行った初日、私が本棚の掃除をしていると、本の間に一つだけ写真立てが挟まっていました。私はついそれを落としてしまって。その写真立てを拾ったほのかは、そこに写っていた俺と玉木の結婚式の写真を見て目を疑った。奥様の顔を見て、私ははっきりと思い出したんです。あの日、重そうな荷物を抱えている玉木さんを、私は確かに見ました。玉木と夏子が同時に事故に遭い、救急車を待っている間、玉木の名前を何度も呼ぶ俺の声を聞いていたという。前田さんが玉木さんの名前を呼ぶ声が、今も鮮明に残ってるんです。スーパーで見かけた玉木さんの幸せそうな顔も。ほのかは涙ながらに、その写真立てを本棚に戻し、何事もなかったかのように掃除を続けたという。転職してきた前田さんが、いつも寂しそうな表情をしているのが、ずっと気にはなっていました。でもその理由が、まさか私と同じだったなんて。その日からほのかは、玉木と夏子に代わって、俺のことを元気づけようと誓ったらしい。少しずつ明るくなっていく前田さんを見て、私も勇気をもらいました。でも、前田さんと距離が近くなるにつれて、私の中では、罪悪感が大きくなっていったんです。そしてほのかは、俺に深く頭を下げた。本当にごめんなさい。お客様が前田さんだということが分かった瞬間、私は夏子のふりをしていました。うちの会社は副業禁止なので、バレてはいけないと思って。俺は、ほのかの話を聞いて、気になったことを聞いた。副業がダメと分かっていて、なぜ主任は家事代行の仕事をしていたんですか？今になって、夏子のことをもっと知りたくなったから。ほのかは声を震わせながら、再び話し始めた。夏子が父と二人で暮らしてから、私たちは、ほとんど顔を合わせることがなくなりました。当時の私は
毎日のように仕事に追われて、いつも終電で帰っていました。その頃のほのかは、夏子の分まで働き、その給料を介護費用にも回すために、休むことなく働いていたらしい。父が亡くなり、仕事もようやく落ち着いたので、ようやく夏子との時間が取れると思っていました。そんな時にあの事故が。夏子の葬儀で家事代行業者の人たちに会ったほのかは、そこで初めて夏子の仕事の話を聞いたという。夏子はいつも明るくて元気で人気の家政婦だったって教えてくれました。だから、夏子が亡くなって悲しんでるお客様がたくさんいるということも言っていました。そこで私はふと思ったんです。今後は私があの子の代わりになればいいんじゃないかって。夏子と同じ仕事をすることで、あの子の気持ちを知りたかったんです。それからほのかは、必ず定時までに仕事を終わらせるようになり、その足でお客様のもとへ行き、休日にはフルタイムで家事代行の仕事をしていたのだ。当然、忙しい毎日を送っていたほのかだったが、彼女は家事代行の仕事にやりがいを感じていた。実際に働いてみて、夏子が生き生きと仕事をする理由が分かったんです。私が家事をすることによって、お客様の嬉しそうな顔を見るのは、何より幸せでした。ほのかは涙を拭い、俺のことをまっすぐ見つめた。でも私は、嘘をつくという、一番やってはいけないことをしました。最初から本当のことを言うべきだったのに、自分を守ることばかり考えて、ほのかは嘘をついていたことをとても後悔していた。前田さんと仲良くなるにつれて、本当のことを伝えるのが怖くなっていったんです。私が夏子じゃないと知ったら、前田さんが離れてしまう気がして。ほのかは、俺が夏子に好意を抱いていることに、うすうす気づいていたのだ。前田さんの気持ちを裏切ってしまって、本当に後悔していますし、申し訳なく思っています。それに、会社では主任という立場でありながら、ルールを破ったことも。だから、ちゃんとけじめはつけます。それって、もしかして。辞表を出してきました。副業をしていたことも、すべて告白しました。そんな。あまりにも突然の出来事に、俺はショックを隠しきれなかった。会社も家事代行の仕事も辞めて、これからどうするつもりなんですか？まだ決めていません。ただ私は自分のことばかり考えていて、たくさんの人を裏切ってしまいました。責任を取るのは当然のことです。そしてほのかは、俺の前に手を出した。前田さん、短い間でしたけど、あなたと一緒に働けて嬉しかったです。最初は苦戦していましたけど、前田さんの企画力を私は評価していました。これからは私の代わりにみんなを引っ張っていってください。そんなこと僕にはできません。俺は握手を求めてきたほのかの手を引っ張った。確かに僕は夏子さんと一緒に過ごす時間が好きでした。でもそれは本当の夏子さんじゃなかった。ただそれだけのことでしょう。前田さん。主任は主任じゃないですか。確かに、夏子がほのかだと知った時は驚いた。しかし、
ほのかが俺に見せた笑顔に、嘘は一つもなかったのも事実だ。主任は僕を裏切ったと言っていましたけど、妻を亡くした僕を元気づけようとしてくれたのは本当じゃないですか。それは。それなら、僕の答えは一つです。僕が好きになったのはほのかさんです。だから、これからも僕と一緒にいてほしいです。俺は笑顔でほのかの手をぎゅっと握りしめた。私も、前田さんのことが好きです。家政婦として一緒に過ごしているうちに、前田さんの優しさに惹かれていきました。主任という立場で毎日張り詰めた生活を送る中で、俺と過ごす時間は彼女の癒しになっていたことを教えてくれた。前田さんと一緒にいると、なぜか自然体でいられるんです。ここで働いていると、常に険しい表情をしていないといけないから。確かにそうかもしれませんね。でも僕は、どんなほのかさんも好きですよ。するとほのかは、恥ずかしそうに微笑んだ。私は、前田さんのそういう優しいところが大好きなんです。俺とほのかは、互いの顔を見て笑い合った。あ、このままじゃまずいな。僕、ちょっと行ってきますね。え？行くってどこに？決まってるじゃないですか。ほのかさんの辞表を撤回しにですよ。撤回って、今更そんなことできないに決まってるでしょ？ああ、そこは僕に任せてくださいよ。こう見えて、企画力には自信あるんで。俺は慌てて会議室を出て行った。結局、ほのかから主任という役職は外されることになったが、辞表自体は撤回された。それは、俺の提案した企画が通ったからだった。会社は新しい部署を作った。その部署とは、家事代行サービス事業部だったのだ。俺は、ほのかと話をした後で、上層部に彼女の辞表の撤回を頼みに行った。俺がほのかの家庭の事情を説明すると、上層部の人たちは理解してくれたようで、彼女を引き止める気になったらしい。それも普段から、ほのかが真面目に働いているのを知っているからだろう。その翌日、上層部はほのかの辞表を取り下げ、これからも主任として働いてほしいと告げた。しかしほのかはそれを断ったため、俺は彼女に新しい部署の説明をした。するとほのかは二つの条件を満たすことで、新しい部署で働くことを約束してくれた。一つ目の条件は、ほのかが平社員として働くこと。そして、二つ目の条件は、俺を新しい部署の主任にすることだった。正直、自信はなかったけど、そうすることで彼女が会社に留まってくれるならと、俺は主任になることを決意した。もともと清掃事業を展開していた会社だったから、家事代行で使う掃除道具は最新のものが一式揃っている。そしてお客様の元に行くスタッフたちは作業をしながら最新の掃除道具の使い方をレクチャーしたり、そこでお客様が気に入ってくれればそれらを購入することもできる。このシステムが意外と好評で、瞬く間に世間に広まっていき、滑り出しとしては十分だった。俺は以前勤めていた人材派遣会社にも連絡を入れて、前職の同僚たちに家事代行の仕事を手伝ってくれるスタッフを探してもらったり、
うちの会社を宣伝してもらったりもしている。俺が元気になったことを知って、元同僚たちもとても嬉しそうにしてくれた。会社を去った後も、こうして協力してくれる彼らには、本当に感謝の気持ちしかない。そして俺たちは、ほのかがお世話になっていた家事代行業者と業務提携をして、今では業界全体の発展にも貢献している。一方、俺とほのかは、交際から1年後に結婚をした。プロポーズはサプライズで、超特大サイズのチョコレートケーキを用意した。結婚指輪よりもケーキの方が嬉しいと言われた時は複雑な気持ちだったけど、今ではそれもいい思い出だ。そしてほのかは結婚後も家事代行の仕事を続けている。俺はそんなほのかを応援する意味も込めて、積極的に家事に取り組むようになった。主任という立場から解放されたほのかは、これまでとは違って表情が穏やかになった。毎日難しい顔をして資料と向き合いながら仕事をするのも悪くはないけど、今の仕事の方が自分には合っていると彼女は言う。何より俺は楽しそうに働いている今のほのかを見ているのが好きだ。彼女が笑顔でいてくれればそれでいい。それが俺にとって最大の幸せなのだから。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。